おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。今秋田副大臣からお話がありましたが、安倍政権平和安全法制が成立をいたしましてから、あと次の課題はもう一度再び経済再生路線、これを明確に示していく必要があると、こういうことでオリンピックまでに600兆円にまで GDP を上げていく、こういう目標を掲げているわけであります。この600兆円、唐突に思われるかもしれませんけれども、実はこの日本の経済といいますのは、バブルが終わった後520、30兆円ぐらいまでいったわけでありますけれども、その後これが伸びない、でむしろこの減ってしまうと、民主党政権の時には500兆を割り込んでしまうと、こういう他の国ではありえない右肩下がり、この二十数年続けてきてしまったわけであります。しかし安倍政権になってからもう一度これを成長路線に変えよう、この右肩下がりになってきたこと自体、この原因というのがデフレであると。デフレというのは物価が継続的に下がり続けてくる、そして同じく給料も下がってしまっていると。でこの給料を再びこの上げなきゃならないということで、この春闘においては経済界に対して、この自民党の総理大臣が労働組合を差し置いて直接経団連に給料を上げるように要請するというのは、前代未聞のことであったわけでありますけれども、そこまでしてでもとにかく、企業側は今300兆円を超える上場企業は内部留保があると言われてますけれども、それをできるだけ投資や雇用に使ってもらおう、そのことによって国内で経済が循環していくんだと、こういうことを訴えているわけであります。そして私も先日総理のところに参りまして、この経済再生、これを一番重きにおいて、ぜひこの参議院選挙を乗り切るためにも、今度は安全保障から経済再生ということをしっかり訴えていただきたいということを申し入れをさせていただいたわけでありますが、その際安倍総理も全く私と同意見で、この経済再生、次はこれを一歩に絞ってやっていく、こういうことを明言されているわけです。じゃあどうやって経済を再生するかということでありますが、今言いましたように、この経済というのはお金が循環して初めて次から次へと経済が成長していく仕組みが出来上がるわけであります。その時に、一番大事なのはやっぱり内需であるわけです。日本は、この外需依存比率というのは 10% 少々、世界でも、この外需の依存率がアメリカに次いで低い、内需中心の国であるわけです。従いまして、何としましても日本国内でのお金の動き、これを活性化させなきゃならない、輸出産業がどんどん今円安になったから輸出を伸ばす、このこともありがたい話でありますけれども、それがやっぱり国内の投資に回って、また雇用に回って初めてこの内需の循環というのができるわけです。しかし全体の大きな目から見ますと、今日本は世界でも有数のこの工業大国になっている、そして自動車においても、この世界有数の生産国になっているわけでありますけれども、残念ながらその生産の拠点というのは国内から海外にどんどんシフトされてくるわけです。でこれはもうお客さんが海外にいるわけでありますから、できるだけお客さんのそばで作ってそれを売っていくと、これはもうこういう事業の、この原則でありますから、この流れというのはなかなかそう簡単に止められないわけです。アジアや国内ではもちろん国内で作っていくわけでありますけれども、それ以外の地域ではそれぞれの地域で工場を建てていく、こういうことになってくるわけです。でそうなった時に、それじゃあこれから国内で支える産業は何なのか、かつては家電であったり、今に落ちている自動車であったりしたわけでありますけれども、こういうものも大きいわけでありますけれども、もう一つこれから日本が大きく成長するためのキーワードになってくるのが、実は観光という産業であるわけなんです。で観光というのは日本の中ではほとんど今まであまり見向きもされなかった、むしろ観光といいますと海外に日本がこのツアーで旅行に繰り出していく、かつては農協の団体さんという言葉が、この外国でも通ずるというぐらい日本からもたくさんそういう団体ツアーで行かれたわけでありますけれども、今そうした現象が今度は中国や台湾、韓国から今度はそれぞれ外国に行こうと、特に日本にたくさんのアジアの国々から
そういう旅行で訪れる方が増えてきているわけです、まあ、国内におきましてもこの2000万人近い観光客が入ってくるようになってきた。これを3000万人オリンピックまでにやっていこう、まあ、これは間違いなく達成できると思いますが、まあ、それだけではとどまらず日本の人口が1億2000万あるわけでありますから、まあ、その半分の6000万ぐらいの方が来られるぐらい、まあ、それぐらいの規模に観光客を誘致していかなきゃならない、まあ、これをこれから安倍政権の目標で我々は設定すべきだということを提言しようと思っているんです。というのは私今自民党の観光立国調査会の会長代理を引き受けているわけでありますけれども、まあ、毎週こうした勉強会をやりまして、まあ、観光のいわゆるインバウンドと言われていますけれども、この伸びの凄まじさ、そして今日も朝の NHK のニュースでやってましたけれども、まあ、近畿のこの都道近畿の府県に観光客外国人の観光客が増えたかと、でそれで売り上げが伸びたかというふうに思っている企業がどれぐらいあるのかというと、まあ、京都府は 14.5%、 和歌山そして京都奈良とこの3つの府県が上位を占めているわけでありますけれども、まあ、14% という、まあ、高いこの伸びを、このしているわけであります。で他の府県に比べて京都はやっぱりかなり観光客の方が増えてきているわけでありますけれども、しかしまだまだその観光客この程度ではない、もっともっと増える余地があるわけでありますが、しかし問題は一つ、この日本に来ようとした時にいわゆる入国手続き、税関審査、まあ、こういう CIQ と言われますけれども、まあ、こういう入国の検査が大変時間がかかる。そして他の国に比べて外国人のこの入国に対してもう少し配慮が足りないんじゃないかと、サービスが良くないという指摘もあります。そこでまずありがとうございます。この外国人の方が来やすいようにこの入国手続きも大幅にこれ改善していかなければなりません。そしてその入国をしてから後この京都に来ていただくお客様も実はなかなかもう泊まるところがなくなってきている。でこの泊まるところが足りないから今どんどん新しいホテルが作られたり、今まで社員寮や予備校の学生寮であったものが今度は、まあ、そういうホテルに変えられる、まあ、そういうこともあちこちでされているわけでありますけれども、この宿泊所不足を解決する手段としていわゆる、まあ、民泊方式でこの旅館ではなかったところを旅館として使える仕組みをしていったらどうかと、まあ、こういう提案も最近は出てきているわけです、まあ、しかし、まあ、これには大変な大きな期待もありますけれども、一方で安全性の面、特にこの頃は、まあ、外国人の犯罪が増えてきたり、まあ、テロというものが起こったり、特にオリンピックに向けてそういうこともしっかりと警戒しておかなければならない。そうするとその情報をどういうふうにして管理していくのかと、こういうやっぱり仕組みができていませんと、今その仕組みができないままに先にそういう、まあ、民泊の仕組みがあちこちで増えてきている、まあ、こういう法整備をこれから早急に整備をしていかなければならない、まあ、こうした問題などいろんな問題がまだまだ山積しているわけであります。しかしその産業の種としての観光業というのは非常に大きなものが可能性として日本にはある。特にその中で京都というのは非常に大きな、まあ、この観光の中心としてこれから大きな期待が持たれているわけです。さてそこでその観光であるわけでありますけれども、まあ、観光ということを考えていきますとやっぱりいろんなところをこう周遊していただくことが必要ではあるわけです。で京都に来られると当然この京都市中心に回られるわけですけれども、まあ、京都市内だけではなくて京都府下この日本海側の丹後地域、そしてまた南のこの富士などのお茶どころ、まあ、こうしたところも含めて京都府には北から南まで見るところがいっぱいあるわけです。ところがなかなかこれをずっと回っていくための交通手段、ようやくこの前先日京都縦貫自動車道が完成されましたけれども、まだまだたくさんのお客さんを一挙に皆さんが見やすいように回ってもらうというには不便な状況が続いているわけです。そこでそういうことも含めて私が提案しているのが、まあ、この北陸新幹線、これが今敦賀までこの延伸するところまで来ている。そしてその後
小浜を通って大阪までつなぐという、まあ、その整備計画はできているわけでありますけれども、それをこの際小浜から舞鶴、そして京都、京都駅、そしてその後私は、まあ、関空までつなげていく、まあ、そういうルートを早急に決めて、これを前倒して実現していく。そのことによってこの京都もそうでありますけれども、近畿の南北のライン、日本海側から太平洋側まで続く南北のラインが一挙に出来上がってくる。そしてさらには中央リニア新幹線も、これは名古屋まで工事をするということになってるんですけれども、これほっときますと確か2045年でしたか、非常に長い先までこの工事期間かかってしまう。でこれを一挙に前倒しをして、名古屋と大阪までこれも同時に開業させる、まあ、こういうことをすべきであると、まあ、こういうことによって、まあ、この新幹線のネットワークが出来上がることによって、近畿地方と北陸地方、中京圏、そして首都圏、まあ、これらの地域が一体化するわけです。すべて1時間2時間以内でどこでも行けるようになる。でそうなってきた時に、これものすごく大きな、まあ、観光にももちろん大きな影響を与えますけれども、生産の拠点として、産業の拠点として地域が一体化するわけでありますから、非常に大きな経済効果を生む、まあ、このことが冒頭言ってまいりました内需を拡大する非常に大きな、私は原動力になると思うわけです。まあ、この新幹線ネットワークによるメガリージョン構想、これを実は先日総理のところにも提言をしてきたわけでありますけれども、まあ、これをやるには実はそんな大したお金はいらないわけなんです。まあ、大したお金といっても、まあ、10兆円もあれば十分できてくるわけでありますけれども、このお金10兆円というのは大きな金額ではありますけれども、しかし実際に日本の経済力、まあ、そして日本の国力からするとこれ十分に調達可能な金額です。まあ、かつて東海道新幹線を作りました時には、これは計画をして工事を実際始めた時にはたった5年で実は東京から大阪までこの工事を完成させているんです。これ凄まじいこのエネルギーがその当時あったわけであります。しかしこの工事を完成させるためにお金が足りない、これ数千億円をこのいわゆる世界銀行から借りて、国内では調達できなかったそのお金をその外国から借りてこの工事を完成させていった。ところが今日本は外国にお金を貸すだけのお金あるけれども、国内お金がどんどん余っていて、使わずにたまそのまま銀行に置かれているお金というのが、まあ、300兆円を超えるところまで今来ているわけです。いわゆるマネタリーベースと言われます日銀の当座預金残高、まあ、これがもう300兆円台に達するところまで来ているわけであります。でこのお金をこの使っていったらいいわけでありますから、これはもう十分にそのこういうことは実現可能であると、まあ、特に、まあ、JR 東海さんがしようとしているいわゆるこの中央リニア新幹線、これはもともと国が考えていた事業でありますけれども、国鉄の民営化によって JR 東海が引き継ぐことになったと。で JR 東海自体は民間企業、まあ、国のお金がもう入ってない、上場しているわけであります。しかしこの民間事業でありますから、自分たちのお金を自分たちでこの投資をして、そしてお金を融資を受けてやっていくと、自分たちの仕事でやっていきますと、まあ、当然、まあ、それは民間事業として当然の立場であるわけですけれども、しかし民間事業任せでしておきますと、どうしてもこの先行きのリスクということを考えると、一件事業をするんではなくて自分たちの身の丈に合った形でお金を借りては事業をして、そして返済してはまた事業をすると、こういう形になってくるので、なかなか開業まで時間がかかるわけです。かつて国鉄がやった時にはこれも全く政府の事業でありますから、政府のお金でどんどんつぎ込んでやっていく、こういう式でないと短期間にはこの新幹線などできないわけです。今中国で次々と新幹線、こういうものが鉄道高速道路があっという間に日本を上回るこの建設をしているわけでありますけれども、これも国家が主体となってやるからであります。でもう一度日本は今国家がもう一度前面に出て、こういう国の機関となるこのいわゆるインフラを作ったり、防災のための措置をしたり、
こういう国家が表に出なければできない仕事というのはたくさんあるし、実はそこに内需というのがいっぱい溜まっているわけです。で、今までこの20年デフレになった一番大きな原因は、国家が表に出るのではなくて、もう企業、民間に任せていこうじゃないかと。お金は企業、民間の方々に使っていただいて、国家の方はあまり使わない。予算を少なくする。そのことによって、この借金を返済するんだ。こういうことが実は20年間言われてきたわけですけれども、これは全くの間違いだったというのは、この20年、経済の実態を見れば明らかなわけであります。GDP がこの右肩上がりではなくてむしろ下がってしまう。民主党政権の時には400〜500兆円を割り込んでしまうところまで経済が落ち込んだわけであります。この考え方の一番根本は、要は小さな政府、この国から民間へお金を使ってもらえればいいと。で、そうしていくと出てきたのは何かというと、国内で使うお金が少なくなって、逆に民間に回ったお金は海外投資に向かっていくと。結局国内の雇用が少なくなりますから、雇用が少なくなってきた分だけ給料も伸びなくなる。ありがとうございます。むしろ下がってしまう。そうしたことがどんどん繰り返されていった結果、中国に経済で抜かれてしまうところまで日本はなってしまったわけです。ですからこの20年考えてみると、日本は全く経済成長しなかったわけです。で、この経済成長を20年間しなかったために、日本は自信をなくしてしまった。その自信を今安倍総理の下で取り戻すために、さまざまな経済再生の政策を提案しているわけでありますけれども、まずは日本は経済成長しないということは、この20年間実は政策の誤りであった。ありがとうございます。これをもう一度政策を正しく使えば、予算を正しく使えば経済は伸びていく。現に日本以外の先進国は全てこの20年間で経済は2倍近い伸びを示しているわけであります。したがいまして、経済を正しい方向に向かわせれば、オリンピックの時に600兆円ぐらいの GDP には当然これは十分この達成が可能である。そしてその先、今から20年後には1000兆円の経済規模にしていく、こういうことだって当然可能になってくるわけです。その仕掛け作りが、先ほど言いました、私はこの新幹線ネットワーク、これによるメガレジオン創生、メガレジオンを作っていく、大きな経済圏を作っていく、このことを提案をしているわけであります。このためにはまずは政府もそうでありますけれども、地元の、この自治体、京都府、京都市、さらには大阪府、大阪市、こうしたところが一体となってやっていかないと、特にこの整備新幹線である北陸新幹線は、そこを通過する自治体がお金の負担をしなければなりませんから、この構想というのは実現できないわけです。京都においては私は京都府の山田知事にも、京都市長の門川さんにもこの構想の補正を説明いたしまして、この了解をいただいているわけでありますけれども、問題は大阪であるわけです。この11月に大阪のダブル選挙があると言われてますけれども、いまだにこの、維新はこの大阪都構想という全くこの方向違いの話をしている。むしろもうこれは5月の連休明けの時にあれだけの税金を使って、そして住民投票の結果ノーという答えが出たにもかかわらず、またぞろもう一度これなんだ。そしてそもそもこの時に大阪維新の橋本さんは、もうこれで住民の判断が出たから大阪都構想は終わりだし、自分も政治生命これで終わると、もう政界から引退すると言っていた人が、今度はもう一度表に出てきて、大阪市長を辞めるか知らないけども、今度はこの政界再編のど真ん中に今度は自分が行く、そしてもう一度大阪都構想、これはもうありえない話よと言っているわけであります。隣の話ではありますけれども、この大阪の動きというのが、京都にも先ほど言いましたように新幹線の整備などを考えたときに非常に大きな終着点が大阪になっているわけでありますから、非常に大きな影響を受けるわけであります。このことを考えましたときに、私たちは近畿は一つとしてこの勝手にするためにも、この大阪維新のようなデタラメ政策は絶対にやめさせなきゃならないと思っているわけであります。いずれいたしましても、これからこうした構想を多くの都民市民の方にご理解いただきまして、一日も早くこの新幹線ネットワークを完成させていく、
このことを皆さん方にも伝えていきたいと思いますので、ぜひともご協力のほどをお願い申し上げたいと思っています。それでは私の朝の街頭ではこの辺で終了させていただきまして、引き続き秋田浩二副会議員より地元の京都の問題につきましてもお話をしていただきますので、今しばらくのご静聴をよろしくお願いいたします。